井上明俊です。議長から質問のお許しをいただきましたので、以下4項目について質問をいたします。一問一答でお願いをいたします。1番の区有地データ改ざんについてでございます。横浜市でのマンションの傾斜が発端となって、大型建造物の基礎となる区有地データの改ざん問題が引き続き大きく報道されております。一生に一度となるような高いお金を支払ってやっと手に入れたマイホームです。家族が希望を持って暮らすという夢が悪質な改ざん行為で壊されたとなりますと、それは全くとんでもない許しがたい背信行為であります。実態が少しずつ明らかになってきておりますが、流用改ざんは業界の慣習になってきていて、建設業界全体の信頼問題まで波及してきております。国は実態の把握解明および対策に乗り出していますので、その結果を社会は注視しております。私はこれら事件は大都市での遠いことだと思っておりましたが、つい先日身近な県内でも学校、住宅、公民館の建設工事でも発覚しております。一般論として、今回のデータ流用がきっかけで当市の公共施設、住居を含めた建物全体に対する信頼は大丈夫なのかと不信感がよぎります。先日ある大手新聞社の社説に、無責任な仕事を生む建設業の構造変えようという見出しで、ゼネコンを頂点に多数の下請け企業がぶら下がる構造がある、工事の専門家に対応する側面もあるが、施工の管理責任を曖昧にしがちだ、管理体制を徹底すべき、工期や予算を理由に安全性の確保をおろそかにすることは許されないとありました。他の記事でも、下へと圧力をかけて責任を負わせるやり方は限界に来ていると、押しつぶされてきた現場の担い手たちの良心を取り戻さなければならないとありました。私は当市の建設業はしっかりとしたモラルの下で施工され大丈夫だと信じますし、行政においても安心安全の面で十分対応されていると思っております。今回の事件を発端とする建設業全体への問題への広がりについて、当市の建設関係全般を所管されるお立場から、当市建設施工全般についてどのように対応されているのかお伺いをいたします。丸山建設部長。区有地データ改ざんについてお答えします。この度福井県内でも越前市発注の体育館、福井市発注の市営住宅、公民館建設工事においてデータの改ざんが発覚したことから、当市においても平成元年度から発注した建設工事において区有地工事の施工の有無、業者名の調査を実施いたしました。平成元年度以降、市が建設した建物は約180棟ございますが、そのうち建物の構造や規模などから区有地工事が施工されている可能性のある建物は49棟ありました。そのすべてについて調査を行った結果、16棟の建物について区有地工事が施工されていることを確認しましたが、今回問題となっている施工業者による案件はありませんでした。市の文書管理規定では、工事施工に関する文書の保存期限が5年間と定められていることから、工事関係資料が残っている白山平泉寺歴史探幽館まほろば、北谷町コミュニティセンター、建設中である新体育館の3物件について、現在元請け下請け業者の確認をはじめ、
施工データの確認を行っているところです。また杭の施工時には関係文献に基づく適切な検査基準のもと杭一本ごとに施工記録表を作成し工事管理を委託した設計事務所が随時立ち会いやデータの照合および確認を実施しております。合わせて市の工事担当者も監督検査を行い総務課の工事検査担当者において中間検査を実施しているところでございます。こういった大型建築工事だけでなく工事の実施に際しましては今後も引き続き適正な施工管理を実施していくよう監督指導に努めてまいります。10番適正な、監督指導をされているということで、安心をいたしているところでございます。そこでですね、実は今市民待望の新体育館が建設中でございます。確認の意味にですね、この杭打ち工事の状況等についてもお聞かせいただきたいと思います。酒井課長。再質問の新体育館建設工事における杭打ち工事の状況についてお答えいたします。現在建設中の新体育館におきましても建物の規模や重要度を考慮して杭基礎を採用しております。新体育館建設特別委員会の中でもご説明させていただいておりますが、設計段階において4箇所の地質ボーリング調査を行い、そのデータをもとに杭の長さを決定いたしました。建設地は長山公園のふもとに位置しており、杭を支持する固い層が南北および東西方向に傾斜し、なおかつその勾配が複雑な地形でございました。よって杭打ち工事を実施するにあたり、再度46箇所のエリアを定め、杭の試験掘りを行い、シーソーを確認した上で、最終的に184本の杭の長さを決定いたしました。また、施工時には、工事管理業務を委託しております、常駐の工事管理者により、おおむね2本に1回、市の工事担当者も10本に1回の割合で工事立ち会いや確認を行いました。当然、総務課の工事検査担当者による中間検査も実施しております。現在、来年3月の竣工に向け、工事を進めておりますが、今後も引き続き建物に、沈下によるひび割れや傾きなどの異常がないことを確認してまいります。10番。はい、ありがとうございました。どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。次に、2番目、旧料亭花月楼についてでございます。情緒のある旧料亭花月楼は、貴重な歴史建造物であり、当時そこに暮らした人々の歴史としての、歴史の証として、また今日の私たちの生活文化のルーツとして、次の世代に何とか残せないものかと、私も長年先進地視察などして試案を重ねてまいりました。この度商工会議所が中心となられまして、勝山町中観光戦略の中で観光産業化計画策定事業として花月楼を歴史的文化遺産として再生有効活用する検討を進められていることは時を得たものとしであり、敬意を申し上げるとともに、ぜひ成功していただきたいと、大いに期待をいたしているところでございます。9月にいただいた会議所作成の資料によりますと、改修の基本方針や管理運営する体制および具体的内容について、ずいぶんと検討、研究なされている様子が伺われます。そこで、
最新の計画内容、今後のスケジュール等、行政の立場でのお考えをお尋ねしようと思いましたが、午前中の丸山議員の質問のお答えで理解できましたので、割愛をさせていただきまして、別の視点からお考えをお尋ねしたいと思います。私は当施設利用、利活用の理念の中にですね、ぜひ加えていただきたいと考えますことを提案として申し上げますので、行政の立場でお考えをお聞かせくださいませ。旅の一番の楽しみは、その地方ならではのおいしい食べ物をいただくことがとても重要な要素となります。いただいている会議所資料の中で、花月楼の再活用のコンセプトは、観光客を街中に引きつける魅力的な食と文化の駅とし、勝山独特のおもてなし文化で、ご当地グルメや郷土料理を提供するなどの内容になっていますので、十分その役割、機能を果たしていただけるものと思っております。そこで私は、その機能に加えて、観光客への食事の提供だけでなく、ぜひ当市で生産される良質な農林水産物を生かした料理や食品の新たなブランド開発、またそれを担う生産者や料理人、シェフをさらに育成、養成して、食文化振興の拠点となる、そんな機能を持たせるべきであると考えます。つまり、日頃から食の関係者はじめ、食に関心を持たれる方々がお集まりになって、当市の食文化の向上ブランド化を目指して、お互いに絶えざる研究向上を目指すための場にすべきであると願うのです。まあ、そこでは、著名な料理人、シェフを顧問にお願いするなど、食関係のモチベーションを高める、つまり意欲、やる気を喚起することにつながるような将来の展望が開けるような運営を期待したいものでございます。まあ、幸い、調理場、配膳室も広いので、食の産業の担い手作りにつながる視点も大切と考え、提案いたします。行政の立場で、お考えをいただきまして、そして、商工管理所とも十分お話を進めていただければありがたいと思います。お考えをお聞かせください。水上商工観光部長。旧花月、料亭花月楼の今ほどの、まあ、ご質問にお答えをいたします。勝山商工会議所が市内の観光関係者との議論を踏まえて策定した勝山町中観光戦略では、市内には団体客の昼食を受けられる店がなく、ファミリー向けの店舗が少ないなどの課題解決に向けた戦略としまして、旧料亭花月楼の再生活用を挙げております。旧料亭花月楼のリノベーションコンセプトは、観光客の食と文化の駅とし、1階はファミリー層をターゲットに親子で楽しむランチ店、2階のお座敷は団体客向け昼食や夜のツアーどころとして整備するとされております。今後、県内外からの観光客に食を提供し、満足度を高め、リピーターを増やしていくためには、市内の食文化の向上や、ブランド化を進めることも必要と考えます。すでに勝山おろしそばは市内における食のブランドとして定着しつつあります。今議会で補正予算を上呈しております2つの補助事業につきましてお認めいただけましたなら、先ほどご提案いただきましたことにつきましても、商工会議所と図りながらしっかりと進めてまいりたいと、そのように考えております。10番、はい、どうか、よろしくお願いをしたいと思います。3番目にですね、観光客の平準化についてでございます。まあ、多くの観光客がご来訪いただいておりますことは、本当にありがたいことでございます。
現在、当市は受け入れ整備充実に軸点を置いて懸命に取り組んでいますし、また並行して、市経済効果を高めるための取り組みも進められていると認識をしております。一番重要であります市民の中にもですね、自分たちが何とかしなければならないという機運、熱い盛り上がりが感じられてきておりますことはとても心強いことでございまして、ぜひ着実な成果を上げるように努めなければなりません。そこで私考えますに、観光客が週末や祝日、そして夏休み等に集中し、大変な混雑をしていますので、今後の対策として、平日にもお越しいただけるような、そんな仕組み、工夫の強化を集中的にいたさなければならないと感じております。来訪される皆さんが混雑から解放され、清澄な水と空気、美しい自然景観の中で、ゆったりとご満足して長時間ご滞在いただけるような状態を作り上げていくことが、年間を通して安定した受け入れ商業活動の道が開けることになり、結果として私どもが目指します高い経済効果を上げることにつながると考えます。今の状態は、例えば食べ物屋さん、宿泊先が限られた期間はですね、大変混雑いたし、対応しきれない状態になりますが、年間通して鳴らしますと、平日の観光客が少ないことが大きく響いて、採算性が悪い、合わないという結果になっていまして、お店の拡張や新規となりますと、皆さん、二の足を踏まれるというのが実情でございます。このことは、食の全国チェーン店等が出店してこないのも、この辺の事情があるものと推測いたしております。いずれにしましても、お金と雇用を生むために、何としてもこの平日にも観光客においでいただく流れ、仕組み作りに私たちは集中して知恵を出すべきであります。そこでお尋ねしますが、観光客の平準化について、どのように行政の立場でお考えになっているのか、また取り組んでいる面がございましたら、併せてお伺いをいたしたいと思います。松村副市長。観光客の平準化についてお答えいたします。平成26年度の福井県の観光動態調査によりますと、勝山市への観光客が最も多いのは8月で約28万人、次いで2月の27万人となっております。夏休みの8月は恐竜博物館への親子連れなどの観光客が、冬はスキージャムへのスキー客や勝山山岳町への観光客が訪れますが、春、秋は比較的観光客が少ないのが現状でございます。また、曜日別の観光客についての統計データはありませんが、平日は少なく、土日祝日に多くの観光客が見えているのは、車の通行量や飲食店の混雑状況からも明らかでございます。これは勝山市に限らず、全国のほとんどの観光地で見られる傾向でありますが、勝山市の場合、メインとなります観光地の恐竜博物館の来館者の多くがファミリー層であることから、子どもが休日となる週末や学校の長期休暇に観光客が集中する傾向が顕著に現れております。今後、観光の産業化を目指していくためには、観光客の平準化が大きな課題であることは認識しております。観光資源を有効に活用し、年間を通じて安定的に雇用を生み出すための方策として、同日祝長期休暇に集中しているファミリー層以外の観光客の増加を図る必要があります。具体的には、高齢者や女性客に人気のある白山平泉寺や夢王勝山など歴史遺産、産業遺産を活用して、
知的好奇心を満たし、想像力を刺激するような着地型観光の提案を図ってまいりたいと考えております。中でも国主席白山平泉寺につきましては、現在行われている北陸ディスティネーションキャンペーンにおいて、JR 東日本管内でのテレビコマーシャルやポスターなどに吉永小百合さんを起用し、大々的に PR をしていただいてくることによりまして、深夜層を中心に多くの観光客が訪れております。来年度も同じキャンペーンの成果や知見を生かし、さらに集客増を図りたいと考えます。平準化に向けたもう一つの観光は、インバウンドの、すなわち訪日観光客の強化であります。インバウンドによります観光客は、長期旅行をするため、曜日の影響が比較的少ないとされておりまして、平準化に向けた効果は高いと思われます。まあ、しかし、現時点では福井県へのインバウンドは、他都道府県と比較して極めて低調になっているのが現状でありまして、今後、インバウンドによる集客力を高めるために、奥越前エリア全体、各広域観光エリア、あるいは県内全自治体が連携して魅力アップを図るとともに、これまでほとんど手つかずになっている旅行業者との商談会、営業等をさらに強化していくことが必要と考えております。また、観光施設におきます Wi-Fi の整備や看板、メニュー、多言語化を進めることで、インバウンドを活用した観光客の平準化を図ってまいりたいと考えます。10番。平準化につきましては、十分ご理解いただいて取り組んでおられるということかと思います。対策はいろいろとありますけれども、いずれにしましても、この平日にですね、勝山に訪れる観光客を増やすということですね、これの、どういうんでしょうか、道を開かないとですね、なかなか勝山の観光産業振興の定着につながらないというふうに思いますので、今後とも集中してこの問題に取り組んでいかなければならないと思いますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。それから最後でございますけれども、高齢者ドライバーの交通事故についてでございます。先般の宮崎県での認知症ドライバーによる事故や、高齢者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故、また高速道路の逆走など、高齢者ドライバーによる死傷事故が頻発いたしております。高齢化率が高い都市にとりましても、人ごとではありません。市民生活の安心、安全の意味でも十分配慮しなければならない課題でございます。特に高速交通体系の整備がさらに進んでまいりますと、観光客の増大が確実となりますので、その辺は警察と連携を十分していただいて、交通安全対策にも十分配慮いただきたいと思います。人はですね、これになりますと、記憶力、判断力が衰えてくるのは当たり前です。運転免許証の返納が一番望ましいとは思いますが、しかし、特に生活の足となる自動車がなくなるとなりますと、そう簡単には返納できないと打ち明ける方が多いのも事実です。そこでお尋ねしますが、当市の高齢者ドライバーの人数、事故の状況、また免許証返納、その対応の実情についてお尋ねをいたします。平沢市民環境部長。高齢者ドライバーの交通事故についてお答えをいたします。はじめに高齢者の交通事故発生状況についてお答えをいたします。福井県警察の発表によりますと、平成27年10月現在の県内における交通事故発生状況は、人身事故件数が1786件、死者数は33人、
勝山市内における人身事故件数は24件、死者数は2件で、勝山市内における死者数は昨年より1人増加しており、死者数以外は昨年と比べますと減少はしているものの、悲惨な交通事故が発生しております。また、高齢者、つまり満年齢65歳以上の方の交通事故発生状況ですが、高齢運転者の第一当事者事故が県内で393件、勝山市内で7件、高齢者が被害者となる事故は県内で121件、勝山市内で3件発生しており、県内の交通事故死者数33人のうち18人が高齢者で 54.5% を占めております。交通安全意識の浸透や自動車の安全性能の向上などにより、交通事故による死者数は減少傾向にある一方で、高齢者が占める割合が年々増加している状況にあります。勝山市内における自動車運転免許保有者は平成27年10月現在で16,677人で、そのうち高齢者の運転免許証保有者は4,321人で、ドライバーのおよそ3割が高齢者という現状になっております。勝山市では増加している高齢者の交通事故を未然に防ぐ対策としまして、自動車運転免許証の自主返納支援事業としてバスの無料乗車券を交付しております。平成26年度に免許証返納制度が制度を利用された方は52名おり、平成27年度も11月現在36名の方が利用されています。また啓発活動の一環として市内の交通関係機関団体などが連携して交通対策を推進する勝山市交通対策協議会が中心となり、年4回の交通安全県民運動期間中に勝山市交通対策協議会での一斉街頭指導や市内量販店の店頭での街頭啓発活動を行っております。勝山警察署においては高齢者の集まる行事に合わせて各公民館や行事会場での交通教室の開催や施設等からの要望により開催する交通教室や講座、ドライブレコーダー貸し出しによる個別の運転診断や安全指導を実施しております。交通死亡事故が起きた際には警察署が中心となって各交通安全活動団体、地元区長、道路管理者、市の交通安全担当者など関係者が交通事故現場において今後事故が起きないための対策、対応策、いわゆる道路標識や道路表示の改善や看板の設置など現場の状況に即した対応について検討し実施しております。高齢者の交通事故が増加している状況の中、運転免許証の自主返納制度の啓発や安全運転の周知徹底を図り、各関係機関と連携して今後とも交通安全対策に努めてまいりたいと思います。10番。高齢者ドライバーの事故におきましてですね、事故の後に認知症を患っているということが判明する場合が多いんでございますけれども、当市においてですね、認知症の可能性があるといいましょうか、疑いがあるドライバーの現在の状況、対応についてお伺いをいたしたいと思います。先日ですね、東京都内のことでございますけれども、75歳以上の方で認知症と診断された人を対象にした調査によりますとですね、運転をやめるが 77%、 必要最小限度を運転するが 22%、 やめないが 1% でありました。それがですね、地方となってきますと、やめるが 71%、 必要最小限
運転が 27%、 やめないが 2% と、地方に行くに従って必要最小限度運転する、また運転をやめないという割合が高くなっていく傾向がございます。この点が大変気になります。その理由は移動手段がない不便になるからだと、お答えになられます。事故を起こしてから決まってご家族含めて免許証を返納しておけばよかったというそうですが、そこでお尋ねします。認知症と診断された人は運転まずできません。しかし申告がなければ把握は困難です。当市の場合、認知症の可能性のあるドライバーの状況について、把握は困難かと思いますけれども、把握している範囲で結構ですから、どのようであるかお聞かせくださいませ。併せて今後の対応についてもお願いをいたします。矢沢市民環境部長。認知症の可能性のあるドライバーの状況について、把握しているのか、あるいはどのように対応しているのかというご質問かと思いますが、勝山市としてですね、その可能性のあるドライバーが どの程度いるのかということを、現時点で把握しているということはございませんし、なかなかその点は難しいというふうに考えております。ただ高齢者ドライバーの特性としましては、身体的にはその視力や聴力の低下、反射的反応動作や判断の速さの鈍化、あるいは心理的にはたくさんの情報を同時に処理できなくなる、あるいは自分本位の運転になる、あるいは集中力の低下などの可能性があるというふうに言われております。で、道路交通法においては、免許証更新の際には、先ほどの議員からもお話がありましたように、70歳以上の方は高齢者講習を受けることが義務付けられておりますし、75歳以上の方は認知機能検査も受けなければならないというふうに定めております。認知機能検査は記憶力や判断力を測定する検査でございまして、この検査で記憶力や判断力が低くなっていると判断され、一定期間内に規定の違反があった場合にはさらに専門医の診断を受けて認知症と判断されるとされますと、免許証の取り消しということになるわけであります。全国において認知症の疑いのある高齢運転者による事故が増加していると報道がなされていますので、勝山市としましても、そのような悲惨な事故が起きないように、現時点では勝山市独自のですね、取り組みというのはございませんが、やはり警察と連携する中で、勝山市としてどのようなことができるのか、今後研究してですね、連携して対応してまいりたいというふうに思っております。10番、自動車の免許証の更新でですね、確かに3年に一度ということでございます。それはなかなかその、3年に一度でございますから、早期発見にはつながらないと。またですね、ご案内のとおり認知症はいいときもあるし悪いときもあると、こういうことでなかなか把握が難しいということも実は私もよく分かっているところでございます。そこで何か言う方法はないかなと思って、いましたので、ちょっと福祉部長にお尋ねをしたいんですけれども、当初はですね、成人病検査をこう毎年実施をしているということで、その中にその認知症検査の項目も入っているわけですよね。その辺なんかこう疑いのある方が発見できるようなそういう成人病検査ですね、あるんではないかなと思いまして、そこでお尋ねするんですけれども、そのような形でそのいわゆるその免許証更新の時は3年一遍ですから、もっとその早期発見というふうなことでですね、なんかこうそれにつながるような場は、その発見につながるような場合がないのか、その辺そのもしあるならばですね、ご家族の方にやっぱり状況を
お話しするというようなことを期待をしてしたいんですけれども、その辺の状況につきましてちょっとお聞かせいただきたいと思います。竹内健康福祉部長。成人病検診の中で認知症の検査がないかということでございますが、今実施しております基本検診の中では認知症検診というのは入っておりません。ただし地域包括支援センターの方で、認知症検診というのをやっておりまして、それは65歳以上で、包括支援センターの方に相談があった人、そして訪問をして一人暮らしとかの訪問をして、ちょっと必要があるかなと、認知症の疑いがあるかなという人に対してその認知症の、基本チェックといいますか、チェックする項目がありますので、それでチェックをして少し注意が必要な方には、専門医を紹介して受診を進めると、そこまではいかない人については包括の方でしております介護予防事業、まあ、お出かけサロンとかふれあいサロンとかそういったところに行くようにお勧めをするといったようなことをしております。で、まあ今要介護認定を受けている方が約2割弱いらっしゃいますが、その中で、認知症と思われる方は約 72% ですかね、いらっしゃるということもありますので、まあ、認定調査を受けられた方については、まあ、認知症かどうかっていうのは分かると思いますし、今言った相談に来られた方、そして訪問時にそういった疑いのある方については、認知症のそういったチェックをすることができますので、その時点で疑いのある方については、まあ、当然運転についても気をつけていただくよう家族からも勧めていただきますし、特にお医者さんから言っていただきますと効果がありますので、そういったことで運転もしないようにお願いをしております。10番。まあ、その辺どうかよろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。